こんにちはシンガーソングライターの森健太です本日はオンラインライブの主催者さん募集のお知らせをさせていただきますまだまだこういう人が集まって何かのイベントをするっていうことがまだまだちょっと難しかったり躊躇されるっていう方もいっぱいおられると思います今までですね年間100回近くですね時に100回超えるくらいの数もですね日本中でいろんなところに行かしてもらって ワンマンライブやったりいろんなイベントに出演させていただいたりどなたかの講演会にゲストで出演させてもらうとかですねいろんな形で日々ステージに上がらせていただいてきましたでもコロナ禍になって以来なかなかそのイベントが難しくてライブもまだまだできん状況が続いておりますたくさんの方に今までライブの主催もしていただいてですねやってこれだったけどそれが難しくてでもオンラインであればいろんなことができるこの動画ではですね オンラインでライブ、主催やってみたかなでもやったことなかし、やり方わからんしなっていう方もたくさんおられるかなと思う件が、その方法であったりとかですね、説明させていただこうと思っております。まず、オンラインライブは3つ、こう今までやってきた形としてはですね、3つあってですね、まず1つは完全にオンラインライブですね。えー、お客さんは皆さん、ご自宅やったり、いろんなところでスマホ、パソコンで見てもらう。おいはこちらでカメ,カメラに向かって、 オンンララインでライでブする2番目はですね有観客プラスオンラインっていう形ですねどこかの会場にお客さんは集まってもらっとるそこにおいは自宅からオンラインでライブするその映像はその会場でプロジェクターとかで映し出してでスピーカーから音は出してっていう形ですね実際先日静岡のカズネという いつもずっと応援してくれてる仲間の方がですねしてくれましたシンガーソングライター You っていう仲間のミュージシャンがおってその You とおいが2人でツーマンライブっていう形でですね以前にコロナの前ですね以前にカズネの 主催ででさせてもらっったたこととあったですねそれがもう一回できんかなってカズレはずっと思ってくれとってである時うがたまたまその前後の日程で静岡におるっていうことでうはお客さんの前でリアルで有観客でライブするそこにおいはオンラインで ライブするーのステージがありもちろん俺のオンラインのステージがありそしてそのライブの最後には映像で流れとる俺が一人で歌っとるわけですねいつも通り一人で弾き語りで歌っとるある曲に YOU はその場でギターは弾いてコラボしてくれるっていうこともその時できたわけですね2番目は有観客のオンラインライブですね例えばどなたかの講演会があるとその講演会にゲストで出演するオンラインでゲス,ゲスト出演する っていいいう形ととかででですすねねままあ何でもろろなことができます、ね、3つ目は有観客プラスオンラインハイブリッド開催ってう言ったりしますねリアルのライブとしてはその場に行くとその場にはお客さんが来てくれとるとそしてその様子は映像でもオンライン配信するとこれは今まで2021年10月15日にやった大きなライブはですねバンドで来日。 っていう大きなライブはですね、バンドでやらせていただきました。その時は会場に100人以上の方が来てくれて、オンラインでは700人以上の方が見てくれて、800人以上の方が合計見てくれたっていう形になりました。この有観客プラスオンラインっていうハイブリッド開催も可能ですね。オンラインライブの3つの方法。1つは完全にオンラインライブ。2つ目は有観客でのオンラインライブ。そして3つ目は有観客プラスオンラインライブ。 もちろんリアルのライブやったらね生の音も聞いてもらえる生の歌声ギターの音も聞いてもらえるその迫力やったりもう生で受け取ってもらえるっていうことももちろん嬉しかしそしてお客さんとして来てくれた人たちが実際に「久しぶり!」って言ってこうその場で友達同士が顔を合わせるっていう嬉しさ喜びもありますけんねでもオンラインライブにはやっぱり何よりもいつでもどこでも見てもらえるっていうメリットがあります。 もしリアルタイムで見れんかったとしてもその映像はしっかり残す件がいつでも見てもらえるとでそのオンラインのオンラインライブの方法としてはですねおよび今 Facebook のグループページ限定グループページで配信するっていう形でいつもさせてもらいますえ限定グループページやけんですねそのページに入っとる人しかもちろんその映像は見れませんしちょっと何かとハードルも高,かな高く感じるかもしれんけんその辺はですねこちらのスタッフの 人がししっかり完全にサポートしてフォローさせていただきますけんがその辺は未経験の方でもご心配なくおってくださいそしてそのフェイスブックグループページでのライブではオンラインライブではリアルタイムで見てたいただいとったらそこでコメントもしてもらえるとですねだけんコメントでいつもしてくれるとかねコメントでこうやって拍手の絵文字を入れてくれたりとかですねわこの歌聴きたかったって言ってくれたりですねリクエストとかしてもらったりですねアンコールの時は 絵文字でアンコールアンコールカタカナでアンコールアンコール絵文字で拍手でアンコールアンコールって表現してもらったりですねそのコメントの場でもいろんなこうやり取りもできていきますけんがねでその映像はすべてその限定グループページに残すし後日軽く編集して YouTube にも限定公開しますつまりお客さんとしてしっかりチケットも買っていただいた方だけが見れるっていう形ですね そして、えー、こちらからの要望としてはチケット代金としては2500円一律でさせてもらえたかなと思っておりますその代わり2500円はご家族何人でも頂い,いてもチケット1枚分で OK ですよっていう形にさせてもらっとってですねあと出演料に関してもお気軽にご相談ください一人でもしっかり聞いてくれる方がおるならば心を込めて魂を込めてしっかり歌いますそしてオンラインライブであっても有観客 プラスオンラインライブであっても音響機材等はもちろんこちらでしっかり準備してしっかりちゃんとした音で聞いてもらえるようにしますけんがその辺もご心配なくそれではシンガーソングライター森源太でしたオンラインライブの主催者さん募集のお知らせまたそのやり方のお知らせさせていただきました早くリアルのライブが今までみたいにいっぱいいっぱいできればよかったけどそれもきっと難しいかけんがオンラインも上手に絡めさせてもらいながらしっかりこれからも自分の歌を心を込めて歌い 役に立てるように頑張っていきますどうかオンラインライブの主催という形であったりまたオンラインを見ていただくという形でいつも応援いただく皆様これからも応援いただけたら幸せです以上森玄太でしたいつも見てくれてありがとうございます君の心の美しさに本当はみんな気づいているよだから 必要なんかはない」「どこからだって歩き出せる」「大丈夫大丈夫人に傷つけられる」「そのことの怖さを誰よりも知って